皆さんこんばんは。鉄営業チャンネルもいよいよ最終局面を迎えました。3本目みたいなところですかね。今回は久しぶりのコーナーということで、覚えているリスナーの方もいらっしゃるようで嬉しい限りです。鉄さんの部屋というコーナーになっております。このコーナーはですね、ここまで対戦動画の実況解説やデッキレシピの解説、特にカードの話題をしてきたんですけども、ここはですね、このカードが生まれたであろうドサンコ CS の大会そのものについていろいろ聞いていきたいと思います。ではカイさんお願いします。はい、1時間ぶりですね、喋るの。すいませんでした。久しぶりです。ちょっと実況解説とね、デッキレシピに熱が入りまして、このようなお時間に呼ばせていただきました。すいません、ありがとうございます。そして来てくれてありがとうございます。はい、そしてちょっと前のコーナーでたくさん喋ってもらったんですけど、赤花さんにもこの絵面というかね、それで言ってもらいましょう。赤花さん座っておいてください。はい、続きまして赤パンダです。じゃあここでは大会の運営のことに関して甲斐さんを中心にお聞きしていくんで、皆さんも何か聞きたいことあればですね、リスナーの方に限らずいろいろとどうぞなのです。ということで甲斐さん、赤花さん、はい、まずはドサンコシリーズお疲れ様でした。ありがとうございます。今回のドサンコシリーズですね、すごくツイッター上でにぎわっているのを自分見かけまして、急に甲斐さんの方にですね連絡をさせてもらったら、心よく動画の了承、そして赤番なさんまで呼んでいただける、このゲスト出演までしていただいてですね、まあ誠にありがとうございました。本当こちらこんなご縁をいただけてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日この大会の関する話題ということで、話題を何個か用意させてもらったので、それを少しずつ聞いていきたいと思います。最初の聞きたいフリップ、こんなの用意してみました。ドサンコ CS といえば開催経緯という、こんなフリップを用意しました。実はですね、ドサンコ CS なんですけど、 CS 自体に代わりはその名の通り遊戯王の大会ではあるんですけど、この開催に関してですね、いろいろとあるそうなのでちょっと聞きたいんですけど、甲斐さん、今回の個人戦がっていうところで、まずそこからちょっといろいろとあるそうで聞きたいんですけど。そうですね、個人戦、まあ、今回第2回やらせてもらったということで、まあ、第1回チーム戦だったので、まあ、第2回は個人戦やってみたいなっていうのが個人的な、なるほど、なるほど、上がりますね。はい、でその理由プラスで、個人戦の方が商品に使えるお金が増えるので、はい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 、そういう部分で運営側としてもいろいろとそのお金が増える面でいろいろ試してみたいなっていう、こういう商品を出してみたいっていうのがあったんで、そういった面で今回ですとトークンの作成とか、プレイマットの優勝商品でプレイマットオリジナルで作らせていただいてたりとか、あとビンゴ大会とかもやってみたのに、やってみたいなっていうのがあったので、そういった面で個人戦でやらせていただきました。そうですよね、チーム戦だと単純に各入賞の商品かける3みたいなね、そんなちょっと予算の使い方っていうのはありますからね。ああ、そういう点で個人戦へのチャレンジ、この選んだ理由っていうのがあったわけですね。はい、なるほどですね。で今個人戦にして商品じゃないや、予算の使いどころというところで話題が出たんですが、こちらのフリップ続きまして用意してみました。ドサンコ CS といえば企画と協力ということで、このビンゴ大会っていうのはですね、珍しくはないサブイベントなのかもしれませんが、ここにちょっとドサンコ CS ならではのこの企画と協力があったということで、これ聞いてもよろしいですか。はい、まずビンゴ大会やろうと思ったら、まあ、第1回の時に簡単な抽選会はやらせてもらったんですよ。ほいほいほい、商品のなんだろう、スリーブなりプレイマットなりとか、そういうのを商品を抽選会っていう形でアンケートに答えてもらった人に抽選券を配って、この中からその抽選番号が出た人にプレゼントをあげるっていうのをやらせてもらって、で今回は
まあ、予算が増えたということで、ビンゴ大会っていう形で、ちょっと前回よりも規模を大きくやらせてもらって、であとその、ビンゴ大会やってる時間の間に、予選終了後なので、その、運営側は、決勝トーナメント出場者の勝率計算だの何だのをやらないといけないので、他の CS だと、その、やってる時間帯は、その参加者の人たちを、放置って言うとちょっと言葉が悪いんですけど。ああ、いえいえ、大丈夫です、大丈夫です。放置してる状態になっちゃうので、そういった飽きさせないっていうのが、予算と CS の運営内での目標っていうのでもありまして、参加者が常になんか、なんだろう、飽きないで楽しんでもらえるような CS にしたかったので、その運営が計算してる間にビンゴ大会を同時にやることで、ビンゴ大会終わった直後にすぐ決勝トーナメント出場者の発表をして、で、決勝トーナメントに上がれなかった人はそのままビンゴ大会が終わった後にサブトーナメントに出場してもらえるっていう流れを作りたかったんですよね。そういうのもあってビンゴ大会をやらせてもらいました。皆さん聞きました？いや、これなんですよね。ちょっと、連絡した際に、カイさんと、どんな大会みたいな話をしたときに、そういった考えとかを聞いて、いや、もう、ちょっと感動しちゃって、なんですかね、中間発表の苦労とか、自分もね、大会とかやらせてもらってるんで、すごく、その時間の使い方とか、まあ、参加者に対する配慮ですよね。それが、すごいなと思って、やっぱね、本当呼んでよかったなと感じた瞬間ですよね。最初の鏡ですとか感動とかね、流れてますけど、まあコメントの方をちょっと引用すれば、そのデッドスペースを活用するとビフォーアフターとか言ってますけど、結局その空いてしまう時間をビンゴ大会をすることによって埋めるっていう、その実際の使い方ですね、配慮が実を結んだ。いや、そういう方向もすごいなと思って。はい。で、このフリップの協力という部分が、そのビンゴ大会の商品とかにも金があるということで。ですね。ちょっと、僕のいろいろと予算の計算ミスで、ビンゴ大会の商品全然用意できない状態とか。なっちゃったんですけど、まあ、笑っちゃいかんけど、ちょっと 笑ってしまって。本戦の方にも商品を豪華にしすぎて、ビンゴ大会の商品が全然もう用意できない状態になったところを、あららら、いろんな、あれですね、カードショップの店長さんや、他の CS の主催の方とか、あと遠征で来ていただいた方から商品の提供をいただいて、でそういった意味でも、最初、20個も超えないぐらいのビンゴの景品しか用意できないかなと思ったんですけど、はい、それを、予定をはるかに超える豪華な商品が揃えることができたので、本当、こういった協力があって、今回の CS は成功できたかなとは思います。いやー、美しい。素晴らしい。コメントの方でね、この話をする前に、すでにもうサブトーナメントの景品とビンゴ大会の配分、難しかったんじゃないですかねって言われてるぐらいね、あったんですけど、そういった協力があって、ビンゴ大会がより一層なったわけですね。いやーすごい。もうみんなで作る CS とかね、コメント流れてますけど、まさにその、商品の提供とかね、実際にその、当日来てもらった方のいただいたものがそのまま出せたっていうことでよろしいんですかね。そうですね。やっぱり、その商品が来るっていう、何ですか、そもそも人徳というか、大会のそういうのがないと、やっぱできないことだと思うんですよ。いきなりそれが あるわけではないし、まあ、言って持ってくるものでもないでしょうし、自然とその流れが生まれた普段からのというか、企画、大会の意図がすごく伺えますよ。いやー素晴らしい。ありがとうございます。いやいや、ね、まあ、素晴らしいって、上から見みたいになってますけど、単純にいいなって思ってるの言ってるだけなんで、はい。ということで、今ですね、お土産とかをもらって商品が増えたとかいう、そんなエピソードがあったんですけど、結構ですね、大会当日にいろいろと思い直すというか、話があるということで、こんなフリップも用意してみました。どさんこ CS といえば、当日のエピソードということで、まあ、当日に限らずという言い方もあるかもしれませんが、はい、結構
なんでしょう、ネタになるような話があるとお聞きしたんですけど、よろしいですか？なる。はい。どうぞ。はい。いろいろ、今回は運営の方がちょっと慌ただしく。チーム戦の時が40チーム、第1回が40チームだったので、はい、40チームのマッチングをすればよかったんですけど、まあ、今回個人戦で、はいはい、144人の定員だったんですけど、当日、まあ、お越しいただいたのが133名ということで、133人のマッチングを組むのにあたって、はいはいはい、まず参加者の人たちには、毎回コールして、誰々さんはどこの卓で試合やりますよっていう形式を取らないで、ドサンコシエスがホワイトボードに対戦表を貼り出して、はい、そこに席についてもらうっていう形を毎回取らせてもらってるんですけど、はい、で今回がその、マッチング貼り出して、はいはい、服だったら、まあ、運営だったらもう貼り出したので確認してくださいって言って、それからあと、ツイッターの方で運営のアカウントもあるので、そこで写真を撮って、わざわざホワイトボードに行かなくても、番号を確認してもらえるようなスタイルを取りたかったんですけど。ああ、なるほど、なるほど。全然もう、追いつかなくて、対戦を組むのが追いつかなくて。あらららら。それで、もう、どんどん、マッチングを組んでいくのがやっとな状態だったんですけど、あ、参加者の人たち、はいはい。協力もあって、ま、全部のマッチングを組み終わったら、時にはもう A から B ブロックまで、はいはい、今回ブロック制で予選やらせていただいたんですけど、まあ、その組み終わった時点で A ブロックから C ブロックまでの人たちはもう席に自分たちで、運営の人たちが声かけなくても自分たちで考えて席についてくれて、でも対戦前の準備までが終わってるっていう形を、まで準備をしてくれてて、本当に参加してる人たちのおかげもあって、大会時間、最初の、なんだろう、最初の受付の時点でも、もうすでに40分ぐらい時間を押しちゃってたんですよ。あら、あらら。受付の時点でも結構時間かかってた。はい、はい、はい。で、大会中でも結構時間を押してる中で、その参加者の人たちがこちらから言わなくても、席についててくれたっていうのもあり、本当にそれだけでも、数分とか数十分でも大会の時間を短くしてくれたとは僕は思うので、本当参加してくれた方には本当感謝の気持ちが、はい、ありがとうございます。いやー、もう、なんすかね、もう、羨ましいやら、すごいやら、美しいやら、なんて言ったらいいんだ、これ。いやー、もうコメントの方でもですね、実際にその場にいた方もいたり、今の話を聞いても素晴らしいっていうね。もうその辺、参加者の方が自分で考えて動いてくれたっていうのは、もう本当その通りって感じなんですかね。何か意図して自発的に動くようなことをしたとか、そういうことでは本当なかったんですかね。全然本当に何も、朝開会式の時にホワイトボードに対戦表は掲示してますって言っただけで、はい。あとは、まあさっきも言った通り、運営の方で張り出しましたのでっていう行動をできればよかったんですけど、結局最後の予選5回戦目までこう張り出しましたっていうコールが一度もできない予選が終わってしまったんですけど、まあそれでも本当参加者の人たちが自分たちで席ついててくれて。ああ、美しい。美しいですよ。で、その参加者の方の動きっていうのも聞いていた中で、なんでしょう、本戦、決勝トーナメントの組み合わせカードが恵まれたって話もちらっと聞いたんですけど、そうなんですか、一体決勝トーナメントが始まった時点で一試合1時間にしてたんですよね。40分のエクストラからの次の試合開始までっていうので1時間の枠を取ってて、はい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 、でもビンゴが終わっての時点で5時だったんですよね。あら、ちょっと会場に入る時間が9時までで、はい、ちょうど一試合が1時間ペースで進んでいくと、ギリギリ大会が終わるか終わらないか、でも商品を渡してみんなでおめでとうってやってるような時間が、タイムスケジュールで行くとないような時間だったんですけど、ギリギリってコメント流れちゃう。決勝トーナメントに16人中6人海王がいたんですよ。はい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 、はい。
その海洋が試合がすごい早くて。なるほど。もう今ね、デュエル見てきたからすごく。あんな感じです。決勝戦の 1セット目みたいにディーバ召喚とか、そういった感じで、すごいもう、試合がスムーズに進んでもらえて、はい。で、そのベスト8に上がった時点で、その海洋6人が全員上がったんですよね、ベスト8に。それもあって、大会が予定よりも早く終わったっていうのが、当日。ああ。そういう意味でも、運営からしても、面白かった、なんか大会ではあるなと思うのと、あと、ベスト8に6人上がったんですけど、はい、ベスト4が海洋で埋まることもなく。いや、それがね、なんか聞いててすごいなって思ってて、はい、なんか、そういうマッチメイクにしたとか、そういうわけではないんですよね。全然そうですね。組み合わせは、各ブロックの1位と4位が当たるようにして、はい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 、2位、3位が当たるように組まれたのが、トーナメント表なんですけど、はい、でそれで、最終的に残った4つが海洋2つのインフェルノイドとフリフォート。ああ。いや、だいたいこんな話のオチって、なんか全部海洋残って、で、ちょっと一応あれですけど、決勝、準決勝とか、盛り上がりにとかなりそうなところで、はい、しっかりとクリフォードとかインフェルノイドとかね、もう今回インフェルノイドで出演ね、機会になったみたいなのも、いやー、なんか、運も、なんか持ってますね。持ってる。なんか持ってる。いやー、素晴らしいですね。一体何のデッキが優勝したんだってコメント流れてますけどね。もう少しすると録画放送も上がるんで、それを見ていただけたらと思うんですけど。はい、いや、いろいろとね、そんなエピソードを聞いていたので、最初は対戦動画の提供っていうね、とこだけかと思いきや、こうやっていろいろ話が聞けた中で、なおかつ、この話題に出せる、面白いエピソードが聞けてですね、非常に面白いというね、はい。じゃあ、リスナーの皆さんも今の話とか聞いて、また当日大会の会場にいた方もいると思いますので、聞きたいこととかあれば、今、赤羽さんもいらっしゃいますので、はい、ちょっとね、今、大会の運営のことを主に、甲斐さんに聞いてましたけど、赤羽さんに聞きたいこととかもあればですね、いろいろと聞いていきたいなと思います。赤羽さん、今回ヘッドジャッジでよろしかったですかね。はい、まあ、競技面を見て、甲斐さんが運営面を見てということでね、コメント、ああ、いたっていうね、ずっといてくれてるの。起きてます。起きてる、起きてる。起きてますよ。はい。そうですね。じゃあ、コメントが溜まるまで、ちょっと自分の方から質問ということで、何も難しいこと言わないですよ。大会風景にですね、はい、結構、デュエル以外の写真とかが多く、大会ページに載ってて、はい、やはり、もう今の話聞いてね、なんだろう、載せない方がおかしいだろうと言われたらそれまでですけど、なんかそういう、こんな大会を伝えたいとか、そんなイメージとかあったりするんですか？まあ、カパナさん、カイさん、どちらでもなんかあれば。そうですね。そう、まあ、というのも、他の大会結果とか CS って、やっぱり、まあ、対戦結果だけを載せるのが普通というか、主流というか、ある中で、文字情報というか、それ以外の部分が結構多く見えたので、何か意図する部分があったら聞きたいなと思って。はい、そうですね。まず、なんか、大会風景っていうので、今回写真載せさせてもらったんですけど、はい。そういった、なんだろう、今まで大会とか大きいCS に出たことないっていう人とかでも、こういった写真とかで会場の風景見てもらって、楽しそうだなとでも思ってもらえれば、まあなんかちょっと出てみようかなっていう人が一人でもいてもらえればっていうので、今回写真上げさせてもらったっていうのもあるんですけど、あと結構写真、バーって、こっちは気にしないでパシャパシャ撮ってたんですけど、はいはい、カメラに気づいてピースしてくれたり。おー、いや、それがね、なんかすごいんですよね。いや、本当、参加者の方が、なんか撮るな撮るなよっていうよりは、むしろイエーイみたいな感じで、こう、盛り上がってるよみたいな、すごいその風景見てて、大会ページ見てて一人ニヤニヤしてましたよ。はい、ありがとうございます。お、コメント溜まってきましたよ。これ拾おうかな。赤バンドさんがせっかくいるんで、
どうしてパンダさんは牛丼サイダー飲まなかったんですかとか来てますけど。これなんか、実はですね、なんかあったんですか今飲んでるんですよ。ほう。もしかしてそれで気絶してたとか大丈夫ですかそれも何ですか、お土産かなんかでもらったんですか。そうですね。東北から来てくださいました。親方さんという人からもらいまして。まあこれ話題に上がるってことは、まあそういう飲み物って捉えてよろしいんですかね。はい。はい。ビンゴの人に言っても出てますので。いやー、まあ自分もね、実はね、東北の方と縁があるので、ね、もらってたりするんですよね、これ。ちょっとね、それ聞くともっと飲むのが先になりそうだな。はい。ということでコメント拾っていきますよ。これは、近くにいる方なのかな、土佐越しですね、最寄り空港どこですかっていうね。まあ、実際、北海道の地域っていうのは自分もあんまり土地勘がないのでわかんないですけど、なんか単純に一問一答っていう感じで、最寄り空港どこになるんですか。新千歳空港ですね。コメントで返していただいてると思います。あ、本当だ、本当だ。新千歳空港が多分、札幌中、近くで、札幌周辺でやるので、土佐越しです。はい、はい、はい。なので、多分最寄りの空港となると、多分新千歳空港の方が交通の便とかも電車の移動とかも考えるといいと思います。あ、JR で1本なんで。ああ、なるほどなるほど。じゃあまさに新千歳空港がってことになりそうですね。はい、ありがとうございます。また写真を撮りたいっていうね。あ、まあそれも撮ったりする。自分も見れるんで。そうですね。なんだろう、最後の集合写真撮らせてもらったんですけど、その時にちょうど東北から遠征して来てくれてた方が、はい、買い物、コンビニに買い物行ってたみたいで、映れてないって、最後、僕はツイッターの方でリプもらって。ちょうど行ってる時に撮っちゃった。ちょうどその行ってる時に撮っちゃったみたいで。いやーねー、けどねー、実際今回声かけをする、まあ、ちょっとこの話多いかもしれないですけど、まあ、カイさんをこう、ツイッターとかで探して、パッと一番最初に映ったのが、その集合写真のヘッダーなんですよね。うん。だけど、もうぶっちゃけ、やっぱあれですよね。あ、この人、いけるわ、みたいな。その写真見て、あ、これは取り上げるべき大会だとはね、勝手に思ってたっていうね。はい。いや、いいと思います。本当にニヤッとしました、もう。ちょっと、セールガンのわけわからんのがなりますけど、あとは、まあ、この辺は運営としての考え方になるかな。初めて参加するならチーム戦、個人戦どっちがいいということで、まあ、あえて赤パンダさんに振ってみましょうか。どうぞ。そうですね。初めてだったら、気軽に参加するのは個人戦。うんうん。で、大会の。すると延長しまくってるんで、止まる機会も増えるっていうね。すいません。ごめんなさい。はい。じゃあちょっと、止まったタイミングが微妙だったんで、もう一回赤パンダさん質問させてもらっていいですか。あ、大丈夫です。チーム戦と個人戦初めて参加するならどっちがいいですか。初めてならとりあえず個人戦で気軽に。なるほど。で、勝敗楽しむならチーム戦ってことですね。はい、ありがとうございます。そして次の土佐越しですはチーム戦ということでよろしかったでしょうか。はい。そうです。ありがとうございます。はい。そうですね。いいですよ、どんどん拾っていきます。サイダーうまいですかってね、まあ、察してくださいってことで。参考に来てる CS ありますかっていうと。おお、ほんとだ。そう、ね。お願いします。参考にしてる CS、結構、いろんな CS の概要とかには結構目通してて。で、そういったところで、なんだろう、いいなって思った、自分の CS でもやりたいなって思ったところを取り込んではいってるんですよ。なるほど、なるほど。はい。だからそういった、CS でやってるホワイトボードに掲示するとかも、最初そういうのを見たのが、デュエルエントランスさんで書かれてた CS 運営についてっていう手引きみたいな記事があったので、そういったところから参考にさせてもらってやってます。そうなんですよ。それ、事前に軽く写したときに聞いたのを思い出した。まあ、なんでしょうね。全部が全部ってわけじゃないですけど、大体 CS があるって言ったら、自分が出た大会があって、まあ、それ真似してこう、なんだろう、流れをあって、なんかパッと開催する。まあ、ちょっと聞こえは悪いですけど、そんな CS が多い中で、結構最初から、一から作り上げたような、その流れを聞いて、いややっぱまたなんか、
こうなるべくしてなったというか違うなって思ったんですよね。すごいそのいろいろ見て作って作ってできた土産子 CS っていうのを自分がすごく感じてて、いやーなんかすごいね、共感しちゃうんですよ。はい。結構僕も働きながらその企画考えたりっていう状態になっちゃうんで、そういった時間見つけてやっていくっていうのもあって、6ヶ月っていうのを結構スパン開けてやってるんですけど、はいはい、今回も3月にやらせてもらって、次回の第3回が9月っていうことで、また6ヶ月時間を置かせてもらうんですけ ど、ね、6ヶ月が熟成準備期間ということですね。そうですね。はあ、はあ、いや、それをなかなか参考になります。なんか球団のコメント多いな。はい。第1回の時が、熟成期間9ヶ月だったんです。おぉ。去年の1月から、僕がスタッフ、初めて、スタッフを集めて、会場を抑えて、で、9月に開催っていうのを考えて、いや9ヶ月の、なんだろう、企画考えたり、どう、当日回すかとか考えたり、ね。ああ。やって。実際今回の6ヶ月で足りたのかどうかもちょっと、不安なところ。今回はちょっと第1回に比べたら、全然、運営の面では、あまり第1回よりは、あらら、自分では、点数が第1回よりは低いかなとは。へえ、いや、なんかそういう参加者に、おお、いただいた形になってますね。すごいね、なんかそういう客観的な自分を見れるってすごいですね。いや、すごい。すごいけど、ちょっとコメントが、ちょっと飛ばすコメントが多いな。ちょっと待ってくださいね。飛ばすコメントが多いっていうのも失礼ですけど。いやすごいな。話すと、やっぱり、こうあるべくしてなったっていうのをすごく感じるんですよね。あ、これはちょっと内容に入ってくるのかな。やっぱりシャドウル減ってる感じですか。赤羽さん行きましょうか。はい。シャドウル、そうですね。もともと北海道はそんな多くなくて、はい。今回本当に綺麗に4強に分かれたって感じでしたね。おー、なるほど。ちなみにその4強を今いただいてもいいですか。シャドウル、ネクロス、クリフォート。今回デッキ分布調べた時に、はいはいはい。3つが、綺麗に20人で分かれてて、さらに海王が、まあ、16人と海王ネクロスが3人ということで、ああ本当もう4強って感じですね。4強って感じの、シャドウル、ネクロス、クリフォード、海王と、あ、はい、全部戦いたくないですね。本当ですね。なるほどですね。ありがとうございます。今日は2時間スペシャルって、ね、いやもうちょっと話題が尽きないんでね、思わず炎上しちゃったっていうね。はい、TCS っていうね、TCS ありますね。なんでしょうね。サブトラメ商品の次回対価参加費か。いや、ちょっと待って、これは。これ拾ってよかったか。スタッフの方も見てるんですね。いや、愛されてますね。ちょっと鉄の手こ入れが増えてるから何か拾おうか。どれもあんまりだな。鉄さんの格好はどう思いますかっていうね。はい、まあ、今はパジャマですね。はい。いや、初めて JDC で見たときは、おーって思いましたよ、俺。ああ。はい。そうか。そうか、そうか。一回 JDC 俺、行ったことあるんで。ああ、なるほどですね。ありがとうございます。そうか、そうか。同じ空間にってことになるんですよね。TGS 来ますかっていうね。今年はぜひっていう、シェルさんっていうね、生き臭いしてる人がいるんですよね、ずっと。くるくる詐欺か。まあね、ちょっとね、距離がありますからね。ちょっと裏のコメントでいろいろな。TCS はどう思われますかっていうね、まあ、これなんか自分が聞くみたいな感じになってますけど、実際に大会の参考とかね、そんな話も出ましたけど、なんか、あ、これ TCS なのかなとか、なんかあったりしますか。なんかもう言わせてる感があってあれなんですけど。いやー、なんだろうね。TCS だと、47都道府県集めるっていうのは、土産子 CS でもやってみたいなっていうのはあります。そういう情報をね、なんか聞いてるっていうのはすごく嬉しくて。まあ、正確には、あれなんですよね。全地域、
47都道府県はまだ達成できてなくて、北海道、東北とかそういう地域があると思うんですけど、その全部から来てくれたっていうのがあって、沖縄とかもあって、うん、なんかそういうので、はい。あ、これちょっとコメント重なってるんで拾おうかな。CS はどうやって開催してるんですかっていうね。若干運営の企画のとことね、また同じとこ触れるかもしれませんけど、うん、なんか簡単になんかこうやってしてるんですよみたいなのあれば。まず、第一にやるのが、会場を取るよりも先にスタッフ集めるのをやるんですよね。おお、なるほど、なるほど。スタッフを集めないことには大会回せないんで、会場を取ったところでスタッフがいないんだったら開いても意味ないんですよ。はい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 。僕の中では。まずは人。大会を、この、なんだろう、運営陣ならできるっていうのを集めてからじゃないと。だからもう、今だと、その第1回の時に誘った人、今僕含めて4人は、多分このままずっと固定で行くと思うんですけど。ああ、もう、それはもう、また呼ばせてくださいよ。もちろんアガパンダの話ですよ。ちょっと足りない部分、何人かは有志でちょっと募って手伝ってもらえればなっていう形ではやっていくんで、でそういった部分でまず運営する人がいないとスタッフを集めるところからですね、毎回僕はやってます。そこから会場を取って、でその会場でかかった費用とかから予算計算して、でやっていきますね。あ、もう普通にね、CS 開催の手ほどきを受けちゃいましたね、これ。今回、そのなんか他の北海道に近いとは言いませんけど、結構他県の名前が出ますけど、なんでしょう、そういうところは意識されて企画をしたとかあるんですか？自分からの質問みたいになっちゃいますけど。ですね、遠征の人の参加がしやすいように。はい、はい。ということで、やっぱ、今回もそうなんですけど、6ヶ月前から軽く告知はしてるんですね。次の開催日はいつですっていう。だからもう今だと第3回は9月20日ですっていう告知をしてるので。確かもう出てましたもんね。びっくりしました。ね、この9月20日にやるっていうのがもう参加者のプレイヤーの人たちは知ってるので、まあ、そこでそれに向けて会場行くためにお金を貯めてくれたりとか、移動する安いプランを考えてくれたりっていうのをしやすいように早い段階から告知してるんですよね。はあ。いやー。遠征の人たちでも来やすいように、あとやるのが土日の休みだったら土曜日にやって、次の日一日オフがあるようにして観光もできるようにっていうのと、三連休だと日曜日に出て、前日入りして、大会出て、次の日観光とかでもできるように、日にちは考えて、会場は取ってます。今回だと、9月20日がシルバーウィークの5連休なんで。あ、今年5連休やったっすかね。はい。今年はシルバーウィークの5連休の日曜日なんで、まあ土曜日から入って、前日北海道入りして、日曜日大会出て、あとはまあ、余った時間は観光するなり、まあなんかいろいろやってもらえればなと。いやー、もうなんかね、言うことがないんですよね、これね。聞いててね、あーみたいな、お、それみたいなね、いや、すごい、なんかそうなった中でみたいなね、ちょっとオチ的な質問になりますけど、コメントの方で CS 開いてて楽しいことはみたいなね。これなぜ開催するのかみたいなところ突っ込まれてますけど。そうですね。やっぱ参加者の人って、こう、なんだろう。いろんなタイプの人がやっぱりいるんで、仕事でいろんな業者の人と付き合うとかと一緒で、まあ、カードのプレイヤーでもいろんなタイプの人がいるんで、そういった一人一人が、なんだろう、楽しんでもらえるように考える、企画してる段階ではもう楽しいですし、実際にその自分が考えた企画で参加してくれた人たちが、まあ、笑顔になって、まあ、トサンコ CS 楽しかったとか、ツイッターとかでも結構今回見れたので、まあ、そういったのを見ると、次もやりたいなっていうのが、まあ、実際今回次6ヶ月後って企画したんですけど、
気持ち的にはもう3ヶ月とかでもやりたいなと思ったんですけど、まあ、全然時間余裕ないんで、あ、まあ、6ヶ月。なるほど、なるほど。そうか。あと、赤パンダさんの方は、はい、カイさんももちろん遊戯プレイヤーではありますけど、特に赤パンダさんはそのプレイヤー色が強いみたいな、ちょっと、あの、印象を、まあ、自分が勝手にってことになるんですけど、受けてる中で、こうやって運営に携わってる、今回であればヘッドジャッジ、なんでしょうね、はい、言い方、あえて言えば、プレイヤーで出る選択肢もあったと思うんですよ。なんか、この、今回この場所に落ち着いた理由とか、まあ、要は、CS 楽しい言葉みたいな、なってくるんですけど、あったら聞きたいんですけど。そうですね。まず自分がその、運営に携わりたいなって思った理由に、はい。一度東北の、東北ネイルフェスタに遠征に行って、はい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 。この、こういう運営だったら、なんかやってみたいなって、すごい感動した CS だったんですよね、自分が。おぉ。それもあって、その、終わって、まあ、9月、10月かなにあって、まあ、12月頃に、その、解散から、ジャッジをやらないかっていうのを言って、ちょうどいいなと思って。そしたら、ジャッジとして参加したいなって、はい。なるほどですね。解散からのそのお声がかかって、それを受ける理由が、東北デュエルフェスタで生まれていたみたいな、ね。はい。あとはそうですね。その北海道から、もう、もっと、なんか、プレイヤーがどんどん育って、なんか、他のところに遠征行く人が増えたらいいなっていうのもありましたんで。はぁ、いやー、いいっすね。いいっすね。はい。じゃあ、リスナーと鉄のコメントとかが終わったところで、最後の方に、この二方からもちょっともらっておきましょうかね。石子さん、シェルさん、すぐ出れますか？はい、大丈夫ですよ。はい、どうも。はい、どうもどうも。じゃあ、お二方からもね、聞きたいこと今のうち聞いておきましょうよ。言いたいことでもいいんですけど。はい。はい、北海道の大会出たとき、ご飯、なんか、美味しい場所ありますか？あの、シェルさん、確認したいんですけど、シェルさん、どこ住まわれてましたっけ？はい。シェルさん、ちょっとアイコン消すかな？まあまあまあ、リスナーも聞きたいとこであるでしょうから、なんか名物とかあったら答えていいんじゃないですか。はい。そうですね。一番言ってほしいのは、僕はあれですね。あの、まあ、さっきも、ああ、大丈夫です、大丈夫です。はい。一元の、エビそばを食べてほしいなって。エビそばでよかったですかね。あの、場所が、そうですね、あの、札幌駅から、まあ、徒歩で行ける県内なので、遠征した方からすると、なんか、まあ、余裕飯になりますかね。に行きやすいので。お、美味しかったです。コメント流れてますよ。あ、うん。ありがとうございます。そうですね、そういう方。なんか地元民がわかる美味しいところがね、なんかちょっとそそりますよね。なんかグルメガイドとかに載ってるんかもしれないですけど、なんかこうね、なんか穴場みたいなね、いいっすよね。セレさん、よかったですかこれで。はい、そうですね、はい、やっぱ美味しいもの食べたい、ぜひ来るなら食べたいですしね、皆さん。セレさん、あの、僕が聞きますけど、北海道に住んでるから大丈夫です。そこは大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。はい。そこは大丈夫です。はい。じゃあ、続いて石郷さん。いや、なんかシェルさんに質問取られちゃいましたね。じゃあ、そうですね。僕も北海道を遠征する機会があったら、一元に行ってエビそば食べたいと思います。そうですね。一元。皆さん、要チェックですよ。要チェック。要チェックですね。石郷さんの方は聞きたいことというか、実はこう、北海道に縁があるというか、エピソードがあるみたいなね、とこが。あ、はい、実はあの、僕初めて CS 出たのが北海道の CS だったんですよ。全道大会っていう2007年の大会ですね。はい、はい、はい、はい。そこで、赤パンダさんに赤パンダさんが使う、終焉のカウントダウンに当たって負けたのをすごい記憶してますね。すごっ。でも、僕、その時の終焉のカウントダウン、メインデッキにダークアームドドラゴン入ってるんですよ。へえ、あの頃、キンテレダムドがメイン環境でしたよね。そうですね。
再チェンのギミックで、その、スイッチで筋トレダムとかできるように。ああ、なってますね。はい。なんか、主演のカウントダウンのカウントを、一枚一枚別のカードでカウンターとして使われてて、なんか、あ、すごいな、かっこいいなと、すごい、当時から、尊敬するプレイヤーです。ありがとうございます。サインください。最後に入った。ああ、なるほどですね。いや、今回は、ちょっとまとめてになりますけど、実は自分以外の方のね、縁がこうやって多く、まあ、シェルさんはね、多分北海道住んでるでしょうし、ね、石郷さんもね、そうやって、すでにね、北海道に足を運んで、そういう赤羽さん縁があってっていうね。で、シェルさんはもともと、こう、普段からね、お三方会われるというかね、会ったことがあるというか、普通に付き合いがある方々だったっていうね。なんか自分が若干ね、こう、自分、これ意外、いや、結構稀なパターンっていうかね、なんか、今回はすごい縁を見せつけられたな、みたいなね、そんなところがあって、まあ逆にね、いい思いもさせてもらったんですけどね、このような話が聞けて、本当に良かったです。はい。じゃあ、あと、せっかく5人揃いましたんで、なんか、5人に聞きたいこととかあれば、リスナーの皆さん、最後ですよ。いろいろ聞いた方がいいと思いますよ。なんかあれば、どうぞどうぞなのです。縮んだっていう。ちょっと大きくします。はい。まあまあね。まあ、シェルさんとか赤パンダさんは結構プレイヤー職を自分が見受けて、石郷さん、カイさんね、自分は運営職がみたいなね、とこがあるんですけど、おすすめの曲はちょっと待って。それはちょっと待とう。それは待とう。制限予想はってね。ああ、まあね。なんか、一個ずつもらいましょうか。シェルさん、制限なんかなりますか？あ、クリフォート。はい、クリフォート。クリフォートセル。はい、はい、いただきました。カイ様。ネクロスとか。ネクロスですね。ネクロス系、ネクロス系ですね。赤本さん、結構言われましたけど、次何します？それ、ディーバだけは制限。あ、ディーバね。ディーバね。確かに、確かに。俺そっち。俺そっちで。そういう質問じゃないんで。石尾さん、ここの流れで何を言いますか？じゃあ今のうちに魔導サイエンティストを買っといた方がいいですよね。ああ、なるほど。喧嘩気すぎるな。確かに持ってない。確かに持ってない。確かに持ってないですね。はい。テスさんはご残酷しいです。は？次ハリケーンとかね。ハリケーンが制限解除で、ハッピーと羽ボウキが、ハッピーと羽ボウキって同じだったの。あの、僕たちと羽ボウキが、もあるかもしれないですから、そこら辺ちょっと狙い目かもしれません。はい、最近はね、そういうのがありますから、ほんとカード手放せないし、何が来るか分かんないですよね。なんか、じゃあその流れでいくと、なんか制限的なもので大会運営的なっていうのなんかありますか？独自制限なり、こんな環境ならこういう大会にしようかなとか、構想とかあったら。まあ、例を言いますと、魔導清流環境とかだったら、大会時間長くなっちゃうからすごく困ったとかは自分自身にあります。おう、あの力が拮抗していつまで経っても勝負が終わらない。そうですね、青空 CS みたいな感じになった時もありました、ね、ああ、なるほどなるほど。なんかそういうのがあったらっていうね。90分出るって 90分きつい。ファンデッキ大会開いてほしいってね。あ、解散なら開いてくれますよみたいな。はい、よし、じゃあこのぐらいにしとこうかな。はい、というわけで鉄イリオチャンネル、今回はですね、9時から11時までの2時間のどさんこ CS スペシャルということでお送りさせていただきました。鉄イリオチャンネルはですね、毎週木曜日夜21時から鉄イリオチャンネルのコミュニティの中で生放送をさせていただいてます。番組情報はですね、鉄のツイッターの方で番組内容とか当日に放送がありますよという告知をしていきますので、どうか気軽にフォローしていただいてですね、まあ、情報の拡散なりお気に入りなりしていただくとより番組盛り上がっていけますので、よろしくお願いさせていただきます。で、今回このようにですね、大会動画の取り上げるということでですね、自分が用意したものに限らず、こうやって縁あれば皆さんの出向いた大会とかの大会情報、大会動画とか取り扱っていきますので、どうか気軽にですね、鉄の方までコンタクトを取ってくれればと
思います。はい。ちょっとね、これをやっとかないとね、っていうね。ちょっと最後に宣伝入れちゃいましたけど。じゃあ、ゲストの二方に一言ずつもらって終わりましょうか。赤村さん、もう10秒ぐらいしかないですけど、お願いします。はい。座右の銘を圧縮してからドローしろ、赤パンダでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、カイさんお願いします。第3回と参考シーエスよろしくお願いします。カイでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、この流れたら石子さんお願いします。山形でも大会やりますので、よろしくお願いします。確かに確かに。石子さん。はい、でも、あと何秒大丈夫そういう感じで。まあ、ですよね。まあ、そうなると思いますよ。はい、ということで、鉄人ユーヨーチャンネル、今回もありがとうございました。また来週お会いしましょう。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。